ナミさんこんにちは、速稼塾の久保です。今回はステーキングをする際に誰に預ければいいのか、分散して預けるべきなのか、そんな質問だったと思います。これね、多くの方が感じる質問だと思うんですよ。というのが、今までそういうものが多かったからですよね。でも回答を言えば、ナミさんと私も気持ちは同じで、自分のウォレットにあるエイダ、ステーキングしようがしまいがそこにあるのは同じなんですよ。で、ステーキングって何って言ったら、体のエイダのステーキングってのは、このステーキングの権利を委任するんですよね。ですんで、ウォレットの中にあるエイダは動かないわけですよ。ですんで、あっちこっちに預けようが、一箇所にしようが、あんまり関係ないということだと私も認識しております。今回も回答動画ありがとうございます。